バスケットで、まあ、日本で一応人に見られてプレーするっていう立場でやってるから、まあ、負けちゃいけないっていう気持ちはありましたね。それが自信といえば自信なのかもしれないですけど、まあ、とにかくやっぱ自分がこう力を示さないとやっぱりプロじゃない子たちがプロってすげえんだなって思わなくなっちゃう。ひるきけんじ、28歳、東京都出身、福岡在住、8歳ぐらいから始めてずっと、やっていて、まあ、日本とアメリカを行ったり来たりしつつ、今は、日本の、プロの舞台で一応プレーさせてもらってます。どうですかね、僕自身はワンオンワンはそこまで得意だとは思ってないんですけど、でもやっぱり自分にスポットライトが当たるからこう言い訳できない部分もあるし、もう負けたら本当に自分の実力不足だし、まあ、うん、すごい葛藤はあったんですけど、やっぱり今自分がこうやってプロでやってて、こうじゃあ怪我しちゃいけないだったりとか負けたら恥ずかしいとかそういうのがあったんですけど、すごく細かい話を言えば本当は関係ないんですよ。ワンオンワンとファイブオンファイブは違うスポーツだから、うん、でもそれを僕は言えないから負けたら負けたで、あ、プロ選手負けてんじゃんってなるから、それはもうそれは自分でも分かってたし、エントリーするときに、うん、まあ、自分がこうどこまでなんて言うんだろうな、どこまでできるかっていうのも試したい部分もあったし、ただ単純にオーストリートから実業団からプロからうまいやつらがこうなんていうんだ、いや俺が一番でしょって言って名前を出してくるような大会になるべきだと思うし、うん、でやっぱり、まあ、その1 on 1に限らず、ね、3 on 3でも5 on 5でも一緒ですよ。やっぱバスケットをもっともっとこう盛り上げていきたいっていう気持ちはあるっすよね。ただすごい漠然としてるけど、こうなんていうかすごくもったいないと思う。こんなに熱いスポーツなのに一番になりたいっすよね。一番に ならないと自分の言葉に重みがないから、やっぱそこはてっぺん取りたいっすよね。